どうも皆さん、こんにちは。はるにゃんでございます。ちょっと久しぶりです。はい、今回はですね、SHEIN で買ったもののね、ご紹介、8月をやっていきたいと思います。いや、あれからね、SHEIN 何回か買ったんですけど、いや、いいね、SHEIN ね、ハマるし、やっぱ日本ではないデザインとかもあるし、めちゃくちゃハマっちゃって、なんかその洋服以外にも文房具とかいろいろ頼んじゃったりして、もう最近 SHEIN ライフが楽しくてしょうがない春にゃんなんですけれども、まあ9月になっちゃったんですけど、まあ8月ね、家族で誕生日旅行行ったりとか、まあ子供の夏休みとかあったりとかして、まあいろいろね、SHEIN なものをね、すごく使って大活躍したので、その8月に買ったSHEINのものをですね、ご紹介していきたいと思います。それでは早速スタートしていきましょう。どうぞ。はい、ではですね、何からご紹介していこうかなと思ったところなんですけど、まあ、まずはちょっとバッグからご紹介しようかな。はい、まず一つ目こちらですね。ちょっとモコモコした感じの白いバッグなんですけど、これSHEINでも結構評価が高くて可愛いし、いっぱい入るってことでね、気になって買ってみました。はい、で、なんかこうSHEINのバッグとかこうちょっと匂いがするっていうのもあったんだけど、別に匂いもなく無臭でございます。で、何より気に入ったのがね、こう中がちゃんとしっかりしてて、生地もね、結構固めなので、なんか変にね、破けるとかね、ほつれるってこともなんかね、しっかりしたバッグになってます。で、大きいからね、ほんとショッピングバッグに使ってもいいし、なんか子供とね、家族で出かけた時にちょっと予備のバッグとして持つのもいいしね、なんかこう年齢関係なくオールマイティ使えそうな感じです。はい、ちゃんと畳めてね、はい、結構小さくもなるしということでね、持ってるだけで結構可愛いよね。可愛くない？すごいの、かわい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 、そうそう、形が定まらない。はい、まあそんな感じでバッグを買って、でもう一つがですね、まあこれはね、旅行にも使ったんですけど、これスパバッグみたいな感じですね。こういうちょっとこう、はい、メッシュになってるやつで、まあこれはね、その旅行の時にバスタオル入れたり、水着入れたり、あとこの内ポケットに日焼け止め入れたり、こう帽子を入れたりとかして、活躍してくれましたね。はい、だまあプールのものとかジャブジャブ行く時とかに使うのもいいかなと思ったけどね、それほら健康ランドとかそういうスパとか行く時とかにも使えそうな感じかなと思って、いいお買い物したなと思ってます。なかなかなんだろうな、こういうのってあんま、なんかね、100円ショップのとかもあるけど、ちょっと弱かったりすんじゃん、紐とか。でも結構しっかり、はい、して、結構バスタオル3つぐらいね、バコって入れて水着も入れちゃったんですけど、結構入ったので、気に入ってます。はい。ただ、ちょっと、まあ、もう洗濯1回したから取れたけど、匂いがちょっとありましたね。なんかゴムっぽい匂いが。あ、で、あとほら、そうそう、忘れてた。ここにチャックね、ポケットあるので、この中に、はい、なんかピアス入れたりとか、なんか日焼け止め入れたりとかもしてましたね。はい。こちら、バッグ2つね、まず、買いました。はい。そしてお次がですね、帽子。帽子です。これもね、8月、すごい活躍してくれましたね。まあ、子供はそのジャブジャブ行ったりする機会も多かったし、旅行でも使ったし、まあ、家でも使っていたんですけども、こう、サラサラっとした生地でですね、まあ、上がちょっとメッシュになってるんですけども、柔らかくてとってもフィットして、被りやすいです。で、後ろこうついてるのがね、やっぱ嬉しいですよね。はい。で、ツバもね、言うことなしでこう、顔をね、ガードしてくれるし、あと、紐付きになっています。はい、紐付きになってますね。で、こうそのサラサラっとしてるから、水をね、弾いてくれて、こうジャブジャブとか言ってんのねかけてきたりとかするけど、へっちゃらさーみたいな感じぐらいで、よかったです。で、あとは庭のその草むしりだったりとかでも使いました。だから来年もこれ使えそうな感じです。で、まあ前回紹介したね、なんかキクラゲみたいなね、サンバイザーね、なんか2回ぐらい使って、だいぶなんか一つの塊みたいになってね、ダメになってしまいましたね。はい。なので、この帽子超おすすめです。はい、来年も使いたいと思います。で、帽子で、その帽子のまだ開けてないんだけれども、なんかだんだんね、なんか子供の帽子とかもいろいろ増えてきたなと思って、なんかこれね、帽子の収納するなんかハンガーなんだってだから要はこういう風にこうして、クローゼットとかに、はいポッ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 ってやっとくと、で端っこにガッてやると、そう帽子が収納できるっていう、はい、洗濯バサミ
一例を変えました。言葉が出てこない。はい。だけど、普通にこれ洗濯物とかでも使えそうですよね。はい。はい。ではですね、あと自分の洋服も、またね、なんか黒ばっかりなんですけれども、またいろいろ買って、あと、まあ、水着も買ったので、ご紹介します。ちょっとね、9月になっちゃったんですけど、まあ、また来年のね、参考にしていただければと思います。はい。だけど、やっぱり黒が多いってことで。まず、1枚目は、はい、まだ着てない。蝶々がたっぷり舞っている、T シャツでございます。はい。前回ね、M とか L とかにして、ズボンとかスルビったりとか、めっちゃデカ T になっちゃって、BK ですかみたいな感じになっちゃったんで、はい。S にして、S にしても結構大きかったがこんな感じで、ちょうどいい感じです。はい、着てみますね。はい、じゃあ着てみました。こんな感じです。はい、これ私、S を選んだんですけれども、ちょうどいい感じです。で、生地が、なんていうの、普通の T シャツ生地じゃない感じがする。なんかすごいツルツルしてて、汗をなんかあまり吸わなそうな感じもするんですけど、まあこれはこれだな。下にまあね、スポブラとかね、着たりとかすることが多いんで、まあここら辺の汗は染み取ってくれるだろうと思ってですね、はい、買いました。でも何よりも蝶々がね、可愛いなと思って、はい、私蝶々好きなんでですね。で、他にも黄色とかあったんですけど、ちょっとなんかね、やっぱ黒がいいなと思って、はい、信じたい未来を今この手掴み取るから Yes。 なんかもう激しく動くと髪の毛が乱れていくからね、ちょっと自重しないとってことで、はい、次もセットアップをね2つ買ったので、しかも2つも黒なんですけど、ちょっとね前回見てて気になってて、こういうなんかメッシュのね、はい、袖がある、はい、上ね、なんかし、だけど、なんか、ビューって書いて、ビューって書いてあって、で、下が、そう、なんていうの、ふくらはぎの辺のこのサイドがちょっとメッシュっていうのが、いや、なんか今のそういうガールズクラッシュな感じの K-POP の女の子とかって、なんかこういう系着てない？そう。トラスとかさ、頑張ってやってるんだけど、なんかそういうの可愛いな、かっこいいなと思って、こういう洋服着てね、激しく踊ってるのが。だからちょっとそれを意識しちゃって、買おうかな、買ってみたんですけど、まあちょっと着てみますからね、ちょっとね。はい、ということで、こんな感じで着てみました。まあサイズはね、S で、ちょうど良かったですね。全身映ってます？はい、こんな感じで。まあ、この足のところはね、なんか、うん、新鮮味がある感じ。日本にはなかなかないような感じのメッシュで。ここがちょっとなんだろうな。なんか、慣れないっていうか、私大丈夫かな？似合う？なんか忍者みたいじゃない？大丈夫かな？あれかな？髪型かな？ちょっとなんかリングのなんかピアスして、ファファーっとして、みたいな、インナーから見して、それではちょっと K-POP ガールズクラッシュみたいな感じになれるかな？こんな感じです。はい、そして次も黒です。だけど、このセットアップは、すごく旅行中もそうだし、来てからずっとね、今、毎週着ているセットアップです。ただこの黒いね、はい、足首がこうちょっとねシュッとなったね、パンツに、で紐これね飾りになってます。調節できるわけではありません、紐で。でも生地がねすごい柔らかくて、めっちゃ肌触りがいい生地になってます。でそれに黒いね、T シャツ、普通のねシンプルなものになってます。はい、じゃあちょっと待って着てみよう。はい、ということで着てみました。こんな感じになってます。ちょっと顔が映ってなかった、すいません。はい、まあ普通にシンプルの黒いセットアップなんですけども、まあやっぱちょっとパジャマ感、部屋着感はあるかと思うんですけど、まあそのスニーカー、白いスニーカーとかだったり、アクセサリーとかだったり、まあ髪のアレンジだったり、まあそういうやり方をすれば、まあ近場にちょっとお出かけはできるんじゃないかなと思います。で何より楽、すごいサイズがちょうど良かったっていうのもあるんだけれど、生地が本当に柔らかくて気持ちいいですね。だからこのまま寝れちゃうっていうのもあるから、私今回8月旅行中の部屋着はずっとこれでゴロゴロダラダラしてましたね。はいはい、そしたら次はですね、水着2つ買ったんですけど、まあちょっとね、もう9月になってね、どこのプールも終わっちゃったと思うんで、まあ来年の参考にしていただけたらと思います。まず1つはね、ちょっとこれ、
サイズが逆に小さかった。このね、デイジーっていうところのね、あの、ワンピースタイプの、これ水着をね、一つ買ったんですよ。はい。で、私ほら骨格はストレートだから、結構がっちりしてるから、なんか、このワンピースタイプはね、すごくあの、ストレートおすすめとか、すごい口コミ書いてて、あの、着痩せして見えるし、肩が目立たないよってことで、一応と L サイズを買ったんですけど、もうなんか、ここが食い込んで、お胸もきつくて、で、私ちょっとほら、ハト胸だから、もうここも締め付けられて結構きつくって、下はそんなでもなかったやっぱここら辺がやっぱ、はぁって苦しくなって、はい、ちょっと断念しちゃいましたね。はい。あと、後ろがね、こういう風に、はい、紐になってるので、でここ開くので、まあでも、プールとか行った時は、ちょっとラッシュガードとか羽織んないと、まあ、ちょっと焼けたりとかするとね、嫌かなって言われるけど、でもやっぱ可愛いかなっていうふうに思います。ただ LL サイズをやればよかったかもね。ちょっとやっぱ、このデイジーっていうのが、韓国のなんかブランドなのかな、そのシーンの中の。だそのデイジーは結構ちっちゃめに作られてるみたいだから、まあ私ね、大柄な人は、ちょっとサイズを大きめに買った方が、あの、サイズ選び成功することが多いみたいですね。はい。なのでまあ、ちょっと残念ですね。で次がですね、もう完全にこれはもう日焼けしたくない、もうこママの水着っていうぐらい、もうこういうの一つ絶対持っとこうと思ったのが、まあ、もう本当にもう上がこうチャックになってて、長袖タイプでもうここまでギュッとなって、そうそうこういう感じ、はい、で下の下で普通にレギンスでこういう感じになっておりますね。はい、ちょっと着てみる？はい、こんな感じで着てみました。はい、見ての通り、バッチリね、日差しをガードできる感じです。全身しっかりガードしてくれますね。でこうスカートになってるのも、はい、とってもなんかちょっと女らしさも忘れずに可愛いですね。はい、でこちらの首元ですね、首元もですね、しっかりガードしてくれていいんですけど、ちょっとねたまにこう苦しいっていうか、ここがねちょっとね刺さる時があって、言いたかった時があったんですけど、まあでも、慣れれば気にならないかな。まあでも気になる人はここをちょっと開けてやって、しても全然大丈夫だと思います。で、あとね、パッドが結構しっかりね、しっかりしたものが入ってるので、全然気になることなくね、そのままさっと着れるような感じなので、これはね、すっごい、日焼けしたくないママさんにはめちゃくちゃおすすめですね。で、結構なんかね、気にしてる肩幅とかも私気にならんし、そうそうそう、結構着痩せして、見えるのかなっていう感じがしますね。はい。だ来年もちょっとね、焼けたくない時には、はい、これ着ようかなと思ってます。めちゃくちゃいい買い物したなと思います。で、やっぱちょっとね、大きめだったっていう口コミが多かったので、私普段やっぱ LM なのかな、だから M にしてみたらちょうど良かったですね。はい、はい、じゃあね、水着を着たまま子供の水着もご紹介していきます。ちょっと子供のものをねここからご紹介していきます。まず、長女が欲しがってたのでこれ一つ買いましたね。またこういう長袖タイプのグリーンの、はい、上にこうショートパンツみたいなね、水着一つ買いました。これは8月超着ましたね。だから前回買ったなんかピンクっぽい紫っぽいやつはなんかちょっと下履きがついてなくて、なんかすごいこうお尻の割れ目とかが見えちゃったりとかしてたんですけど、これはねしっかり裏地がねしてて厚めにできているので、これはすごく着やすくていいって言ってめっちゃ気に入ってね、すごい5回以上着た感じですね。はい、ジャブジャブでも旅行でも来ました。でもう一つがもう完全に私の趣味なんだけど、次女がさ、次女に着痩せやすいからと思ってこういうフラミンゴのねこうその一択になってるやつね、こうじーっとこうね、はい、履けばそのままババッとね着れるっていう着やすいねこのフラミンゴのやつを着ました。でやっぱここが可愛くてちょっと笑っちゃったら、なんかその次女が察知したみたいで、いやいやみたいな、うん可愛いから大丈夫だよ、いやいやとか言ってたけど、結局来てくれて、はい、旅行中もね来てくれたり、ジャブジャブでも来てくれました。はい、でもこれもね110サイズなので、まあ来年は
切れないだろうなと思って、ワンシーズンだろうなと思います。これも120で今長寿ちょうどいいんで、まあ来年も切れないだろうなっていう感じがします。はい。でただちょっとシーンのね、こういうね、あの子供の水着ね、めっちゃ当たりが多いなっていうふうに思うんですけど、なんかね、こう何回か使ってるうちにお尻らへんが結構すぐ毛玉がついちゃって、結構毛玉取りで何回かガーガーやって取った感じです。でも別に問題なく本当に使えたので、あのシーンの水着はね、大人子供も超おすすめっていう感じぐらいに思いました。はい。で次がはい、恐竜いくか。はい。こんなこれ次女の恐竜の T シャツ、だいぶなんかごつい感じのリアリーなね、こういうの多分日本ではないだろうっていうね、可愛らしい恐竜はあるけど、こういうごつめな感じのね恐竜 T シャツはないかなと思って笑いながら注文しました。はい。であと、はい、これ旅行中とかね、あの8月の夏出かける時も活躍しました恐竜の帽子になります。もうなんかね、次女はねめっちゃくちゃ恐竜大好きなの。いやもうほんとね、なんか全然ディズニープリンセスとかプリキュアはまあまあだけど、とにかくあんまり興味なくて、もうとにかく恐竜とかトラとかサメとかそういう猛獣系ばっかりがなんかよくわかんないけど好きで、もう恐竜ものとかしか着たがらないのよ。すごい、まあ良い個性なんだけれどもびっくりですよね。はい。もう長寿は超女子なの。もうだ、あのこれもね、そうワンピース買ったんですけれども、あの誕生日旅行に来ていってほしいなと思って、あとお友達とね、お揃いでと思って、お友達もね、お揃い の, あのプレゼントしたんですけど、まあ、これが次女で、これが長寿の緑。そう、長女はでも喜んでこういうワンピースすごい着るんですけど、もう次女はあんまり、うん、なんか着てくれないような、気分的に着てくれる時は着てくれるけどっていう感じで、はい、この2枚は超おすすめですね。めちゃくちゃ姉妹で着て可愛かったです。はい。ただちょっとなんかね、あの色によって生地が違うのかな、なんかこっちはね結構柔らかめで、なんかあんまりシワにもならなくてツルツルして涼しそうな通気性のいい生地なんですけど、こっちのね、なんか緑の方は結構なんかすぐシワくちゃになっちゃう。だからもうね、あの必ずちょっとアイロンかけたりとか、もうしっかりちゃんと乾燥機とかでやっちゃうとすごいくしゃくしゃになっちゃうので、うん、まあ気をつけて使っていたんですけども、すごい着てくれましたね。めっちゃ気に入ってたみたいです。はい。でまあサイズ通りでしたね。今長女だいたい120でちょうどいいぐらいです。で110、次女いつも100だけど110でちょっと膝隠れるくらいでちょうどよかったんで、はい、これは当たりですね。まだちょっとね、9月も暑いからもうちょっと着てほしいかなと思います。でお友達にもね、はい、お揃いプレゼントしたら喜んでくれましたね。はい、嬉しかったです。そして次、どんどん子供のもの、はい、あ、これね、これも長女のリクエストだったので、こういうなんかね、あのほら、まあ、まだ9月だったら履けるかな、こういうレースタイプの、こういうほら履くとここが透けるようなやつの靴下がすごい好きで、だから上履きに合わせるのがすごい好きなんだって。そうだからこれのね、あの4枚セットかな、はい、買いましたね。まあ、こういうの日本でも売ってるけど、やっぱまたこうやってさ、こう海外のものとかだとさ、なんかちょっと変わったデザインとかがあったりとかするの可愛いじゃん。あ、これイチゴのやつとか可愛いね。はい。まあでもね、いつもうち常になんかよくわかんないけど、走り回ってるからこういう通気性のいい靴下はちょうどいいかもしれませんね。はい。4枚でお得だと思います。でもね、未だにまだ気に入ってめっちゃ、はい、着てますね。ちょっともう何回か着ちゃって洗濯しちゃったんですけど、このドーナツストップミーっていうワンピースになってます。はい。長女めっちゃ喜んで着てます。なんかこのひらひらが可愛いのとまあなかなかないデザインだなと思って、はい、喜んできてますので、はい、今日着てくって言ったんですけど、まあ、ちょっと紹介してからね、お願いっつってなんとか頼んで、はい、貸してもらいました。であとは、そうこれもね、姉妹でお揃いで買ったんですけど、未だに着てくれてるのはあの長女のみということで、これもね、はい、夏に買った、これお揃いで買って長女だけ着て、今次女はやっぱり嫌だ恐竜がいいっつって、恐竜ばっかりって、猫のやつね、可愛いでしょ。黄色もあったんですけど、まあ、ピンクも可愛いなと思ってね、はい、そうそう可愛いですね。あとはですね、これも長女のリクエストですね、この花のピン買いましたね、こういうの。
わかるかな、こういう風になってこうつけられるやつね、こういう風に。だからなんか三つ編みとかした時とか編み込みとかした時とかにパパパパッとつけて、なんかラプンツェルみたいにしたいみたいな、エルサみたいにしたいみたいな、そういうのがつけるのがいいって欲しいって言って、はい、買いましたね。こういうのねすごい好きだし、シーンは本当にいっぱいあるから、いやもうね嬉しい。しかもプチプラだから、だからまた来月もね、なんかハロウィンなものを買いたいですね。はい、で大体紹介して、あとは私一つ、そうだね、はい、一つ買いました。夏っぽいピアスをね一つ買いました。でもなんかまだ秋口でもまだギリつけられそうな気もする、場合によっては。でも結構重たいですね、ボリューミーな感じで。もそれがね、私結構ボリュームのあるピアスが好きなので、こんな感じで、はい、つけた感じです。でかっはい、であとはあともう2つぐらいになっちゃうんですけど、そう最近、そうそう、家のいろいろ模様替えしてて、こういうものをですね、そう玄関とかにつけたいなと思って、こう月のこういう飾り物と、若干ちょっと臭いなはい、まあこういう星の感じのものとかね、この可愛いよね、つけとくとね、はい、シーンのインテリアのものとかもさ、すごい可愛いのとかあるじゃん、もうめっちゃ欲しい。もういろいろ課題が出てきますね。はい、であと最後はですね、メイクブラシを買ってみました。まあ、結構使い込んでいたので、そろそろ買い替えかなと思って、じゃあシーンのブラシどうかなと思ったんです。あ、ちゃんとこうやってほら、ネットに包まれてくるんだね。こんな感じ。あ、これはありがたいね。ほら、洗った時とかね、その後このままにしとくとね、ほこりついちゃうけど。あ、めっちゃ柔らかい。やばい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 。ないこれないこれないこれ。あ、もうやばいよ、この肌触り。え、すごくない？え、めっちゃ感動してる。で、いろいろ入ってるのね。そう、他にそうアイシャドウブラシとかさ、まあ、こういうスクリューブラシもあれば、これ眉毛のやつとかも。あー、これ使うのめっちゃ楽しみだ、これやばい。ちょっとだいぶ当たりかも。あ、こういうね、こういうのもあるね。そう、なんかもう本当にさ、こういうプチプラですごい優秀なブラシがさ手に入ってきたからさ、私らが使ってたシグマとかさ、シグマと同じぐらいのさ、そうクオリティのブラシがこう簡単に手に入る時代っていうの、なんかね、やっぱ時代は進んだんだなみたいなちょっと思っちゃいますけどね。いや、これは本当、はい、めちゃめちゃちょっと感動しました。ぜひぜひ使ってみたいと思います。はい。ということで、今回はですね、ちょっとバタバタいろいろご紹介しましたが、シーンで買ったものの、ご紹介8月でございました。また9月もね、間違いなくお買い物するでしょうということで、まあ、9月は、まあ、ハロウィンが近かったりするんでね、まあ、そこら辺のものをちょっと買ったりとか、あと文房具あたりいろいろ買ったりとか、アクセサリー関係もちょっとね、買ってみたいなと思いますので、また買った時にね、シーン9月号として、ご紹介していきたいと思いますので、楽しみにしていてください。はい、それじゃあまた次の動画で会いましょう。またね、バイニャン。